こんばんは。YouTube をご覧の皆様、そしてこの Zoom にライブでご参加中の皆様、速稼塾の久保です。いや、今日はですね、サブスクールのストーンさんをお招きして、何度目の対談になるんですかね。まあ、今回はね、まあ、年末年始も控えていることですし、2023年を、まあ、よりね、儲かる年にするために、今のうちから仕掛けておこうみたいな企画でございます。で、当面ですね、今週は、投資の世界では FOMC というね、この重要な政策会合がございまして、この発表によってはですね、大きく値段が動く。まあ、そんな、今年最大のイベントが控えてるんではなかろうかというふうに思います。ですんでね、私も当然 FX のプロトレーダーとして、いろいろと考えているところありますけども、これをですね、FX ではなくて、株のトレーダーの目線でも今日はいろいろと紐解いてみようかなと思うんですよね。このように今日は FX と株と両面から投資の話がまあ聞けるということなんで、皆様投資やそれからね、ビジネスにご関心のある方、とにかく儲けたいという方、大きなきっかけになるんではなかろうかと思います。私も振り返ってみるとね、6年から7年ぐらいになるんですよ、FX は。で、始めた時は全く勝てなかったですね。最初の1年とか。でも勝てない中で1年間よくやったなと思うんですよね。まあなぜなら、多分ね、3年ぐらいやったらなんとかなるんじゃないかなと思って。3年ぐらいひたすら毎日毎日、自分の至らなさと勝負すれば、どっかで花開くことがあるのかなと思ったんですけども、私の場合はね、2年目ぐらいでもう花開きましたね。というのが、1年目は、まああるね、大物トレーダーの、まあ塾に入りながら、いろいろとこう、トレーニングを受けていたんですよね。まあでも知識は入ったんですけども、結局、なんかうまいこと扱えずに勝てなかったわけなんですよ。で、今度はね、まあ昔から付き合いのある、まあプロのトレーダーの方に、私のトレード手法を見てもらって、で、コンサルを受けたんですよ。そのコンサル費用はなんと150万。150万で3ヶ月サポートしていただく予定だったんですけども、2週間でサポートは終わりました。なぜなら、私のトレードがどこがね、勘違いしてるのかをピシッと指摘していただいたら勝てるようになったからなんですよ。まあですんでね、自分のトレードが潜在的にはかなり高まっているのに、ちょっとした勘違いで買うところを売ってしまって、売ってしまうべきなところを買ってしまってみたいなところでズタズタになっていたんですけども、あれ、久保さんこれちょっと勘違いしてますよと。ここはね、実はバイで入った方がいいんですよ。ここは違う。セルを一旦入れて、ロスカットを食らったらバイで行くんですよ。みたいにお話しいただいて、あ、なるほどね、と思ってね。その通りにやってからというものを、よく勝てるようになったわけなんですよね。まあ、ですんでね、やっぱりこう、自分のトレードスタイルを見ていただくこととか、自分の投資に対する考え方を話し合うっていうのは、非常に大事だなと思いました。まあ、そういうふうな気づきや学びの機会に、今回も、なればなと思いまして、今回の時間をね、用意したわけなんですけども、実は今回ね、サブスクールの、ストーンさんが主催されてるんですけども、なんかね、いい感じでね、サブスクール、回ってるみたいで、考えてみたらもう1年ぐらいになるんですよね、ストーンさんに、株のことを私もね、ちょっと耳に入れて、ストーンさんの株のことって、ちょっと、私との対談で、一人でも多くの方にお披露目、できることはないですかねみたいな感じでお披露目をしたんですよね。そっから興味を持ってくださった方が何名かいらっしゃって。じゃあ、その株のね、考え方を、まあ、スクールとしてお伝えしたらどうですかって形でやると、ストーンさんもね、結構乗り気と言いますか。なんかその、人に教えることによって気づくことって多いみたいですね。で、またね、ストーンさんの実力が上がったというね、そんな、1年目、2年目になったかなというところでございます。さあ、それではね、ストーンさんを呼んでみたいと思いますけども、ストーンさん、いらっしゃってますか？あ、はい、こんばんは。やってまいりました、こんばんは。はい、こんばんは。今日もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。お願いします。今日はストーンさん、このお互いね、株や投資のことについて語り合って、1年ぐらい経つんじゃないですかね、なんかね。そうですね。ちょうど秋ぐらい、去年の秋ぐらいに、そういうお話で、先生の方でね、はい、ちょっとやってみたらみたいな感じで、ちょっとね、
あの背中を押していただいて、僕はちょっとそれ難しいなと思ってたんですけど、はい、こうなるとは思いもよらず、おかげさまで本当にここまで来れましたというところですね。今ではすっかりストンさんもね、株の先生という形で多くの方を導いてらっしゃるんではなかろうかと思いますけど、やっぱりこう人に指導する中で自分の気づきの方が多かったみたいなことってこの1年ありました？ものすごくありましたね。一人でやってる時も、まあ、いろいろ相場と やり取りがあるんで、まあ、ちょっとね、上達したなっていう感覚はあるんですけども、それよりも、やっぱりこう、人にお伝えするってことは、やっぱり、ね、本当に分かってないと、優しく教えられないっていうか、なんていうのかな、こう、細かいところまでこう、分かった上でこうね、伝えてるっていうところがね、自分でも勉強しないとダメなんですよね、それ以上に。なので、すごく、そういう意味ではですね、僕も、すごく勉強させていただいているというところですね。はい。そう、ここなんですよ。つまりね、知識って人に説明できるレベルで深めていくってことが、また一皮も二皮も向けるということなんで、私はね、一人で上達するのもいいことなんですけども、試しに誰かに自分のスキルを伝えてみたらどうかなと。それはね、より理解が深まり、伝える力がついていくことだと思うんですよ。さあ、今日はね、そんな中でね、FOMC が今週はあるかなと、はい、ありますね。ね、特に今年ぐらい FOMC にね、私たちがこう意識をした年ってのはなかったんじゃないかなと思うんですけど、なかったですね、いかがですか？はい、そうですね。今年は結構細かいのもいろいろね、今日なんかも CPI とかアメリカの消費者物価指数なんかあるんで、多分今日も動くんじゃないかなと思いますけどね。今日というか、まあ明日の相場ですよね。だから結構今年は本当にそういう、もうファンダメンタルズであんまりこう気にしないっていうような立場ではいたんですけども、まあ全く気にしないとやっぱダメですけども、こういうスケジュールとかね、イベントなんかは分かった上でやるっていうのは一番いいなっていうところですね。で、今年やっぱり本当にこういうイベントがすごく大きく相場に左右する年かなっていう感じでしたよね。まあ、FX もそうですよね。相場、為替の方も結構動きましたからね。そうですね。はい、なんかもう私はね、これを船出に例えるんですけども、その相場っていうのは何も動きがないと、これまた利益取りづらいんですけども、動きすぎてもね、遭難してしまうんですよね。ですんで、凪の時でもないし嵐の時でもない、まあいい感じで波があって風があるぐらいの時を、まあ、捉えたいな。そうするとね、安全に遠くへ航海できるんで、私はすごくこう船出にね例えるのが好きなんですけどもね、そんな感じで今日は FOMC のことについてもお話ししていきたいんですけども、FOMC っていうのはね、今一つ確認すると、まあ、アメリカの公開市場、この委員会のことなんですよ。米国連邦公開市場委員会っていうやつなんですけども、アメリカのですね、金融政策の一つなんですね。この公開市場の操作の方針を決定する委員会だというふうに知られています。で、この結果っていうのが、FOMC で何が決まったかっていうのが、マーケットにものすごく影響を与えるために、まあ、世界中の投資家さんやね、ビジネスに関係がある方に注目されているということなんですよね。で、ここのね、メンバーっていうのがね、そう、大人数いるのかなと思ったら、12人なんですよ、たった。たった12人で、ああでもない、こうでもないって話し合った会議の結果が、世界中にね、それこそ、もう何千億とかね、下手したら兆っていう単位で影響を及ぼす。そんな世界一のね、金を動かす会議だなと思うと、なんかね、なんか飲み物でも飲みながらやってるのかなとかね、会議中になんかメモ帳にこう、ぐじぐじぐじって、ボールペンで落書きしたりとかね、してるのかなっていうことはね、考えるとちょっと面白いんですけども、どうなのかなと思いますね。まあ、これがですね、約6週間に1回行われるということなんで、年8回あるのかなと。まあ、私もね、あ、8回程度なんだと思ったんですけど、なんか頻繁にやってるような気もするんですけど、ちょっとね、錯覚に陥っちゃいますけども、まあ、アメリカのお金の使い方を決める会議というふうに覚えておけばいいのかなと思います。で、効果としてはね、本当にこう大雑把なんですけども、米国の金利が上がれば、ドルは買われるんですよね。で、反対に、金利が下がれば、ドルは売られると。多分売られるというね。大雑把に本当に乱暴に言うとこんな感じなんですけども、金利が与える影響っていうのはね、やっぱこう株式相場にも、それから私のやっている FX の相場にも、
本当になんかすごく敏感に反応してましてね。で、なんかね、今日なんてのね、あの FX 的にはちょっと値動きがなくて、エントリーする時がなかったんですけども、昨日もそうだったんですけども、まあ、いわゆる嵐の前の買い控えなのかなとかね、思いながら見てましたけども、あのストーンさんは株式市場のことをどんな感じで昨日、今日と見ておられました？そうですね、もうやっぱりちょっと大きなイベントが控えてるんで、もうチャート見てもやっぱり動いてないんですよね、あんまりね。動いてるのもあるんですけれども、やっぱりその出来高って言って、この株を売ったり買ったりする人の数ですよね、まあ、人の数というか、その売買の数が非常に少ないので、やっぱりちょっとこれは、あの皆さん控えて安全なところにちょっと資金をこうね、まだ相場にこう相場からこうちょっと引き上げてるのかなっていう感じはしますけどね。だから今日あたりのこの CPI とかでかなりこう明日以降動くのかなと。今週はあれですもんね、日本時間の15日だ、木曜日の朝方ですかね、 FOMC の発表が。だから今週僕の場合はあのこう1週間あの平日で売買してるんで、今週はちょっと様子を見て、ちゃんとこうね、で来週、まあ来週1週間しか実質ないと思うんで、来週でちょっとあの、まあ、いつもの半分ぐらいの金額で稼げればいいかなっていうふうに思ってます。あんまり無理、こういうところでね、こう大波のところで無理してもあの負けて年越すっていうのもちょっとね、あのあれなんで慎重にいきたいなと思ってます。はい、いや、それは私も思いますね。やっぱ最後にね、やられた、やっちまったっていう思いで来年引きずっちゃいけないんで、それぐらいだったらまあ金持ち喧嘩とまでは言わないんですけども、まあちょっとね、いつもよりもロットを落として、まあ小傷で済ませようかなみたいな。勝てばまあそれに越したことはないんですけども、まあなんせね、あの大きく資産を減らさないことが投資のものすごく大事なポイントになりますんで、これ焦ってね、資金溶かしても本当取り戻すっていうその負担っていうのがすごくね、思ったよりもでかいんですよね。取り戻さなきゃっていうのがもう全然こうマインド壊れちゃうんで、だから少しずつ少しずつね、本当にね、特にこの材料がある時っていうのは基本的にはやらないのが私はいいと思うんですけども、まあ、それでもね、やってみたいというレベルの方にはリスクを覚悟して取り組むことということで、お話はしてますけども、まあ、でもやっぱりあまりやんない方がいいかなと思っちゃいますね。私とかテクニカルでやってるんで、ファンダメンタルが効きすぎるときって、まあ、本当になんか勝っても負けてもあんまり次につながらないなと思ってるんですよ。そうですね。ですんでね、こういった材料が扱えるようなところまでレベルが上がったりとか、資産状況が変わったり、精神が鍛えられたら、それは十分やっても構わないんですけども、まあ、ご自身のね、進捗状況と、あとは、まあ、三つの要素。資金の問題とね、技術の問題と精神の問題。この三つをよくよく、棚卸しして取り組める、そういった瞬間にトライしていただきたいかなと思います。まあ、そして FOMC なんですけども、まあ、金利が与える影響としてね、ちょっとまとめさせていただきますけども、ちょっとメモにしてきたんですけどもね。まあ、為替っていうのは、金利が上がると通貨が買われて、金利が下がると通貨が売られるっていうのが基本路線なんですけども、景気っていうのはね、どういうことかっていうと、金利が上がると、資金が借りにくくなってね、で、景気は悪くなる方向に大体進むんですよ。これが特に株とかに関係するのかなと思いますけども、で、株価なんですけども、金利が上がると資本コストの上昇で下落傾向に行くのかなっていうふうに大雑把に私も捉えてるんですけども、今日はね、そのことも合わせながらストーンさんといろいろとやり取りをさせていただこうかと思います。じゃあ、早速ですね、私の方からいくつかまたストーンさんに聞いておきたいなというところがありますので、はい、順番に回答いただければと思います。まずね、この FOMC がもうのっけから話題になりましたんで、今日はこの話題を避けられないと思うんですけども、FOMC の発表があった後、ね、今週の木金あたりになると思うんですけども、為替とか株価、ね、これは大きく動きそうなんですよね。まあ、いつものことですけども。で、実体経済、特に日本の景気は今後、まあ、特に来年とかも、ね、考えていくと、どういうふうになると、ストーンさんは分析されてます？そうですね。やっぱりその株がこう順調にこう上がったからといって、その僕らの生活はあんまりこうリンクはしてないんですよね。ずれてこう1年後とかっていうのはあるかもしれないんですけど、なかなかその相場とその金利が上がったから、街中がこうすごく一気に景気が悪くなったってこともないと思うんですけれども、まあ、実感としてはでも、本当にお財布のお金の減る勢いが、ここ本当1ヶ月ぐらいですごい早くなったなっていうのが、あってですね、まあ、ちょっと本当に身近な話で恐縮なんですけども、この前スーパー行ったらですね、
まあ、2000円ぐらいで足りるだろうっていう買い物だったんですけど、もう全然2000円じゃ足りなくてですね、3000円超えてたっていうね。だからこれちょっとずつやっぱり値上げもしてるし、その、まあ、税金も上がってますしね、みんながそういう感じなんで、やっぱ株式市場なんかもみんなが何を考えてるかっていうところが非常に重要なんで、あんまり良くなるこう傾向がないっていうか、こう兆しがない、来年は良くなるなっていう感じはないなっていうふうに僕は実感してるんですけども、どうでしょうかね。会社でもですね、3年前ってまだコロナのちょっと前なんかで、リストラとか、まあ、言葉はありましたけど、実際にその身近な人がリストラっていうかね、早期退職とかそういったことがあんまりなかったんですけども、今僕の知り合いなんかも、まあ、そういう人もいたりとかですね、もう本当に身近で起きてるんで、会社の雇う側も結構大変なんだなって、企業側もですねっていうのがあるんで、かなりやっぱこう景気というか、この経済的にはあまりよろしくないのかなっていうところですかね。あんまりいい話がないですよね。うん、あ、確かにその通りでね、やっぱり将来の不安っていうのはますます大きくなる一方なんですよね。で、当面40代50代で、うん、まあロスジェネっていう世代もこの中には含まれるんですけども、じゃああと何年かしたら楽になりそうだなって全く思えなくって、でほっといたら本当どこまで落ちてしまうのかわからない。で、何一つサボってないのに、まあ、運に恵まれなかったりとか、縁に恵まれなかったりとか、お金に恵まれなかったりっていうところが来ると、いや本当にやばいなと、金使ってる場合じゃないな、買い控えとこうかっていう風なマインドがものすごく起きるんで、結局世の中全体の景気はすごく足を引っ張られてる状態。当然ここにこれから始まるさらなる大増税っていうのも、ね、覚悟しなければならないところで、いや私たちは一体何をすればいいんだろうかなっていう、路頭に迷うってのはまさにこのことなんですよね。まあ、だからますます少ないチャンスの中で残された選択肢に全力投球するしかないかなと思うばかりなんですよね。もう常にその動くことっていうのはやめちゃいけないなと思うんですよね。そうですね。まあ、これですね。あ、すいません。はい。よろしいですか。すいません。はい、僕もサラリーマンをやってますんで、サラリーマンでですね、その給料を増やしていくってできないと思うんですよね、実質。残業をちょっとしてって、そんなに倍になるわけではないので、結構やっぱ大変だなっていうのがあったんで、まあ、僕はそれでまあ6年ぐらい前にそれが、まあ、ちょっとひしひしと思ってですね、まあ、株を始めたと。まあ、副業をしようかなとかね、いろいろ調べたりもしてたんですけども、やっぱりこう株かなっていう感じでですね、で今はもうその、サラリーマンの収入と、それプラスアルファのその株での収入があるんで、まあ、本当に大きな柱になってくれたなっていう感じはありますね。うん、はい、いや、6年って言いますけど、あっという間だと思うんですよ。だって今回の感染症の騒動でももう丸3年経っちゃいましたからね。そうですよね。そう考えていくとね、ストーンさんがなんかこうトレードに出会って、それがものになって、なんかその経験の半分は例の感染症とともにあるみたいな感じで。そうですよね。考えるとそうですね。うん。で、このね、株のトレードなんですけども、ストーンさんは当然、副業に関しましては、まあ、トレードがおすすめだと思うんですよ。で、まあ、私がね、サラリーマンをやっていたのはもう二十数年前ですけども、その頃にはそういう選択肢をちょっと考えられなくて、副業というとアルバイトみたいなね、深夜の牛丼屋みたいなのがすぐに頭に浮かんで、あ、これは無理だなと、ヘトヘトになった上にさらにヘトヘトは無理だなと思ったんですけども、まあアルバイトみたいな副業とトレードとのね、まあ違いっていうのはストーンさんどういうふうに感じられてます？そうですね、まあお金をこう収入を増やすっていう意味では同じだと思うんですけれども、違う点っていうのはやっぱりアルバイトとか、まあ一般的なその、まあアルバイトみたいな副業ですよね。これはですね、行けばやっぱりその時給とかでお金はもらえると思うんで、うん、まあ、お手軽って言ったらあれですけど、まあ、仕事はするんで、ね、大変だと思うんですけども、やっぱり即お金、即というかね、行けばお金払ってくれるんで、まあ、そういう意味ではいいかなと思いますね。なんですが、やっぱりある程度一定時間、この時間には来なさいとかですね、この時間拘束されちゃうわけなんで、そういった面とか、あとはその、体力的な部分ですよね。まあ、年齢もあったりとか、あとはその、
強靭な体力がないとできないアルバイトとかね、あの暑い日に立ってないといけないとかあるじゃないですか、うん、そういうのもあったりするので、まあ、あの長いスパンで考えると、まあ、今はまだ僕もできると思うんですけども、もうちょっと経つとですね、ちょっとそれすらも叶わなくなってくるかなっていうこともあると思うんですね、まあ、体が資本みたいな感じになってくるので、うん、そこが違うかなというところですね。あともう一つはその、自分でビジネスを起こそうっていうことも収入源になると思うんですけども、うん、これもいいと思うんですけどね、僕の場合はですね、そのやっぱ自分であのビジネスをするってことは商品作ったりとか、あとまあそれを販売しなきゃいけないわけですよね。販売するってことはやっぱり集客をしなきゃいけないんで、もうこの辺が僕はもう全然ダメなくて、あの集客とかね、非常に難しいなっていうところがあったんですね。だから逆に言うと、これができればあの、まあ、トレードをやった方がいいんですけど、トレードをやらなくてもあの自分で稼げる力というか、ね、ビジネスがあればですね、いいかなとは思うんですけど、なかなか難しいっていうのが現実でした、ね、僕もちょっとやろうとしたんですけども、なかなか難しかったんで、まあ、株の方にこうあの必然的と言ったという感じですね。で、一方まあ株の方、株ですね、まあ、大して株なんですけども、これはですね、まあ、あのトレードする時間というのはあるんですけども、まあ、特にこう何時何分までにここにいなさいっていうことはないんで、あの非常にいいかなと。で、先ほど言ったその集客作業ですね、こういったものもありませんので、まあ、体力もそこそこ普通に生活できる体力があればできますので、もう本当に強靭な力、あの体力がないとダメってことではないんですね。で、一度やっぱ身につけてしまうと、あのまあ、かなりね、練習は必要ですけど、ずっとできますんで、まあ、筋肉みたいなもんですね、筋トレみたいなもんで、こうずっとやってれば使い続けられるっていうことですかね。まあ、その辺が大きなメリットですかね。もう年を取ってもできるっていう。うん、だから逆に言うと、今稼ごうっていうよりも、今やっぱり知識と練習をしてですね、どんどん鍛えておく、おかないとやっぱダメなのかな。今ちょっと余裕があるうちにですね、これやっておく必要があるかなと思います。だからトレードはすぐ収入にもう今日始めて明日からってことにはならないんですけれども、あのまあコツコツやることによってですね、これ間違いなくこうできるようになるっていうのが、あの僕の経験上ありますので、非常にいいかなと思っております。あ、なるほどね。やっぱりね、私も同じように考えるところがあって、あの 5,6 年前に始めといてよかったなっていうのはもう常々思いますね。逆に言うと、今から始めて 5,6 年後を見据えてるんだったら、もう十分、自分のことをね、鍛え上げる時間もあると思いますんで、無理なく進めることができると思うんですよ。ただね、やっぱ始めたからといって本当にね、思いついた時だけやるっていうのではいつになるか力になるのか分かんないんで、ある程度のね、あの量とかトレーニング、正しいトレーニングはやっぱ教わった方がいいかなと思います。で、冒頭ありましたけども、その副業しようと思ったらね、やっぱりこう今何かで働いてる上にもう一個のことも意識に上るんで、なんかすごく精神的な負担ってあるんですよ。なんかこれが終わっても終わらないみたいな。で、このね、苦痛ってのはね、想像を絶するんで、労働が終わった後の労働ってのは、私はまあできて 2,3 ヶ月かなと思うんですよ。だから稼ぎ続けようと思うんだったら、ずっとやらないといけないわけですから、この労働に労働を掛け合わせるってのはできるだけ避けた方がいいかなと。20代でも30代でも結構きつかったね、私はね。だからもうさすがにもう40とか50になってくると、労働以外のことになるかなと思いますし、まあ私はあのビジネスをする上で、その集客をして商品作って販売するっていう、この3つの要素を培っていけばビジネスはできると思うんですけども、でもやっぱりね、多くの方が挫折するのが集客なんですよ。だから集客がどうしてもなかなか難しいなと思う方とか、販売する精神力とかね、あとサポートも必要になってきますんで、これはちょっと難しいなと、結局サポートに自分の時間取られてるんじゃやってられないなっていう方は、やっぱりね、トレードによってもう一人、たった一人で市場からお金をね、それこそもう莫大な金額、想像もできないよね、何十兆何百兆みたいな世界からちょびっと1万2万っていうのを引っこ抜くっていうのはね、なんかすごく、希望のある世界だなと思いましてね、当時自分を鼓舞しながら飛び込んだものですけども。で、私はまあ FX の方に可能性を見出したわけなんですけども、まあストーンさんはね、株の方だっていうことで。でもまあ、おおむね考えてることは一緒なんですよ。今、ご覧いただいてることは分かると思いますけど。で、まあ、乗っている、その自転車のブランドが違うくらいのもんで、結局同じ景色を見ながら、同じようなね、
あの経験の中で同じぐらいの利益を出しているのかなというふうに推察します。さあその中でですね、トレードなんですけども、 FX とか、あと今日は話題に出ませんでしたけども、先物っていうのがあるじゃないですか、先物取引、はいはい、まあ、さまざまあったと思うんですけども、ストーンさんはなんでこの日本株を選んだんでしょうか。そうですね、僕の場合はですね、まあ、この正直に言うとですね、これあの習った先生が日本株の先生だったんで、まあ、こうなったっていうところではあるんですけども、まあ、今となってですね、振り返ってみるとやっぱり日本株のいいとこっていうのはあの結構いっぱいあってですね、まあ、税金がまあ安いってことですよね、まずは、まあ、20% なんで、うん、利益の 20% ですね、なので、まあ、いいと、まあ、FX もそうだと思うんですけども、まあ、株もそうなんですね。で、まあ、いくら稼いでもですね、確定申告もいらないと、まあ、これはあの特定口座っていう口座、そういう口座で開くと、まあ、そういうことができるんです、まあ、細かい話なんですけども、手続きをすれば確定申告もいりませんということですね、はい、あと僕もやっぱり日本に住んでるんで、日本の株っていうのはまあ会社の企業の、ね、ことなんで、そういう企業の日本の企業の情報がまあ入りやすいっていうこともありますよね。だからちょっとニュースとかで楽天とかね、ちょっとガーシーとかそういう人がいろいろ言ってる時とかはちょっとな本当に何があるか分かんないんで、まあ、やめようとかですね、そういったちょっとした情報も入ってくるんでいいかなと思うんですね。あとはですね、その銘柄がやっぱり日本株は多いんですよね。3000銘柄ぐらいあったりするんで、まあ上がってる銘柄もあるし、下がってる銘柄もいろんな銘柄があるんで、いつやってもトレンドっていうかね、上がったり下がったりしてるんで、先ほど言ったようにこう凪じゃないんですよね。どこかの銘柄はその利益が出せそうなものがあるんで、そういった面ではすごくいいかな、いつでもトレードはできる、やろうと思えばできるなっていうことですね。で、一番まあこれいいなと思ったのは、僕はまあ昼間仕事をサラリーマンしてますんで、昼間ですね、チャートを見て取引をするっていうことも最初のうちは少し考えてたんですけど、やっぱり仕事が手につかないっていうねことがあって、で仕事が手につかないのと、あとトレードもうまくいかないっていうのがあってですね、僕としてはそのやっぱりこの仕事以外の時間でやりたいなってことで、で日本のその取引所っていうのは、朝の9時から3時までなんですね、まあ、途中1時間お休みありますけども、3時以降はその取引がないんで、価格がもう止まってるんですね、その止まった落ち着いたところで、取引ができますんで、すごくいいかなと思いました。で明日どうしようかなっていうのを翌朝の9時までに考えておけばいいんで、それはすごくいいなと思いました。まあ、これがまあ株のいいところですね。で株っていうと、その株は買うものっていうイメージがあるんですね。僕もそうだったんですけども、僕がやってるトレードっていうのは、下がっても利益が出るし上がっても利益が出るんですね、まあ、空売りっていうのが使えるので、まあ、信用取引っていうとちょっとね恐ろしい響きっていうねなんかあるんですけども、まあ、本当はそうじゃなくて、ちゃんと知識があって練習をすればですね、そっちの方が安全、買っても利益、売っても利益っていう方が安全なんですね。買うだけだとやっぱり下がった時にのダメージがもうリカバリーできないんで、そういう怖いところもあるんですね。だからそっちの方がよっぽど怖いなと思うんですね。だからよく知れば知るほどやっぱり、こういうねプロはやっぱりなんでこうしてるのかなっていうのが分かっていただけるかなと思いますね。だから日本株がやっぱり僕にはすごく合ってるなと思いますね。兼業でやる場合はやっぱりこういうスイングトレードっていうんですけどね、日をまたいでこうやる 2,3 日とか1週間ぐらいのトレードがやっぱりこう時間的には非常に効率もいいし、精神的にもこうゆったりできるのかなっていうのが感じたところですね。はい、ありがとうございます。まあこうして聞いてみるとね、なんか日本株やっときゃ誰でも勝てるんじゃないかなみたいな錯覚が出ちゃうんですけどもでもね、実際はそのトレードのいい面ばっかりじゃなくて、やっぱりこう難しい面とかどうしても挫折しちゃうようなポイントってあると思うんですよ。まあその中で、まあ FX をやってても感じるんですけども、相場の参加者の大体8割とかね、9割とも言われてますけど、ほとんどの方が1年も持たずに退場してしまうっていうのを、まあこの数年お互い見てきたと思うんですよ。どうすれば相場から退場せずに利益を出していけるのか、ストーンさんの見解はどんな感じですかね。そうですね、もうね、そういうなんか厳しい世界っていうね、イメージっていうか厳しい世界なんですけども、でこれちょっとね、やっぱ分解してみると、まあ、僕、始めた頃の
仲間っていうのはもうほとんどいないんですけども、あのやっぱ考えてみるとやっぱりこのなんていうかな、独学でやってですね、いきなりお金をかけて実践でこう果敢に挑んじゃうんですよね。でしかも大きいお金をかけちゃうとかね、それでまあ撃沈って、まあ、これは当然そうなるなっていうところではあるんですね。で僕はあの本当にたまたま運よくですね、相場から退場させられるようなことまでは追い込まれなかったんですけれども、まあ、あの小心者なんでよかったんですけども、まあ、その中にもですね、やっぱり先生にしっかり習って、いる方も結構いらっしゃるんですが、まあ、そういう方たちもなぜかやっぱりいなくなっていくってことなんですね。でこれはいろいろあのこの知り合いなんかの話も聞いてもですね、一回相場から退場しちゃうともう戻ってこないんですよね。でもやっぱりあのそんなにカツカツやってたわけじゃないんで、まだ資金はあの働いてるんでね、あるんですけど、まあ、戻ってこないと。なんでかなと思ったら、やっぱりそれっていうのはこうもう自信がもう完全にもう心が折られてるというかね、自信がもう完全にもう取り除かれてるっていう感じで、もう戻ってこれないっていうことなのかなと。お金も失うんですけども、自信も失っちゃってですね、戻ってこれなくなっちゃうかなと思うんですね。でこれこの前 あの僕毎週そのズームで、株の勉強会をやってるんですけども、でその時にちょっとメンバーとも話をしたんですけど、子供にこう自転車を教える時にあの、まあ、子供乗れない子供ってこけるじゃないですか。でこけた時に1回1万円かかりますって言ったら、親はどうですかね、8回ぐらいこけたらもうちょっとやめさせませんかねお金かかってると。でそういうことなのかなと思うんですよね。まあでも自転車の場合って親も乗れるんで、あの何回かこけても10回こけても必ず乗れるよって言うと思うんですよね。で相場も同じで、あの10回ぐらいこう負けてもですね、それはもうしょうがないよってことなんですが、でも周りの人って何て言うかっていうと、そこでですね、あなたねちょっとやっぱりこう才能ないんだよって言うんですよね。もうね、トレードなんて株なんていうのはもう特別な人がやるもんだから、じゃ あなた無理だよって言うんですけど、でもその人はやったことないんですよね、株をね。うん、なのでやっぱりお金がかかっていて実際に負けてるんで、自分でもやっぱり俺はもうちょっと才能ないなって思っちゃうんですよね。だけどやっぱりそこをうまくですね、お金のかけ方とか、あの株で練習っていう概念が僕もなかったんですけど、株でちゃんと練習して知識を入れた上で練習をしていくと、そういうことがありませんので、そういう怪我は最小に、ね、できることがありますので、そういうノウハウが、ね、ありますんでね、まあ、そういうことなのかなと思いますね。だから練習が足りてないだけなのに、あのある一定のところまで行っちゃうとお金が結構減るんで、そういうふうにかけちゃうんでね、そういうことはしなければ、もう結構もうほとんどの人は勝てるんじゃないかなと思うんですよね。そこだけだと思うんですね。あの技術とかそういうことじゃなくて、多分そのマインドがそういうふうになってて、もうこれは無理だっていうそういうふうになっちゃってるのかなと思うんですね。だから時間さえかければ、誰でもそこまで行くのかなと思うんですね。ただそこが時間がかけられないっていうのが、あのこの8割っていうこの数字なのかなってところですね。まあ、そんなふうに分析してみたんです、勝手にね分析したんですけども、まあそうなのかなと、まあ、厳しい世界は間違いないんですけど、ちゃんとあの時間をかけてですねやればいいかなと思います。はい。いやもう私と同じような考えですよ、それは。あの確かにね、どんなことでも時間をかけてコツコツやんなきゃいけない部分がありますけども、まあでもこと投資でね、例えば FX で私物を言いますけども。じゃあ、コツコツ5年やるのかって言ったら、5年はさすがにね、かけすぎなんですよ。うん。5年もしなくて大丈夫で、ただ、3ヶ月で足りるかっていうと、3ヶ月みっちり、それだけやるんだったらいいんですけども、現実、他のこともやりながらなんで、まあ、大体半年とか1年を見ていれば、一定のレベルで、最低限必要な知識が身について、まあ、とりあえず派手に負けることがなくなるんだろうなと思います。ただ、独学だとさすがにね、間違ったことを正しいと勘違いしたりとか、要は手を引いてくれる人が必要なんですよね。で、ここをね、私はね、今ね、ものすごく興味があるジャンルで、格闘技に例えたいんですけども、やっぱりね、試合に出ながら実戦で鍛えようと思っても、大怪我して退場ってこともあり得るんですよ。ですんで、まずはトレーナーについてもらって、まあ、あのマスボクシングって言ってね、なんか当てないような型だけの組み手をやりながら、徐々に力をつけてきたら、じゃあ、こいつとちょっとスパーリングやれよって感じで、軽い相手とやらせてもらって、で、慣れてきたら次の相手、次の相手っていうふうに、どん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 ね、強い人と学びながら練習で強くなっていって、じゃあ今日は
実戦で行きましょうみたいな感じで試合スタートみたいな。で、そうするとね、一定の怪我っていうのはもうしなくなりますし、まあ確かに怪我をすることもありますけども、回復の早い怪我にとどまると思うんですよ。知名度にはなんないんでね。それをトレードで置き換えると、やっぱ最初はデモトレードとか少額で、一番簡単な曜日とか日程とか、それから材料のない日っていうのをセレクトしてもらってね。で、あなたは材料のある日はまだ無理なんで、今日はもう火曜日とか水曜日のトレードをちょっと集中していきましょうとかね。そういうふうにやって、まあ簡単なその時間とか、技術のそんなにいらないところから徐々に自信をつけながら、まあそれでいてトレードをデモでやるみたいなことをね、やっぱ手取り足取りやってもらうと、だんだんと分かってきて見えてきて、うん、なんかレベルが上がっていくんじゃなかろうかと思うんですね。ですね、最悪なのはもう独学で本読んで勉強しましたってやつなんですよ。いや、本でできるんだったら本当にね、それで東大通ってみてくださいってことなんですよ。やっぱり東大にもならなかった、官僚にも行けなかったっていう人生を考えてみると、やっぱ独学では、うん、今の人生が与えられるわけなんですよね。まあ、ですので、ここからは、やっぱこう、手を引いてもらうところも、ちょっとね、利用しながら、自分を客観的に指導してくれる人についていくっていうのは、もうやっぱり、ね、40代とか50代過ぎると、素直に人の手を借りるっていうのは、私はものすごく大事なことだと思うんですね。うん、やっぱり、なんか一人では難しいですよ。いずれ一人にはなるんですけども、だったら一人でできるまでは、誰かと一緒にやっていきましょうって思っちゃうんですよね。はい、それでね、ストーンさんにちょっとね、プライベートなことっていうかね、まあ本音の部分を聞いてみたいなと今日は思っていたんですけども、その、株トレーダーとして、まあ今、サラリーマンと兼業でされてると思うんですけども、この稼げるようになって良かったことってのはどんなことかなと思うんですよ。で、私はね、やっぱりこう、スーパーの話が出ましたけども、基本的にね、2000円ぐらいで買おうかなと思って、結果3500円でも、あ、値段上がったなぐらいで済むんですよ。でもおそらくこれ、副業とかなくて、副収入なくって、サラリーマンの給料で買い物に行ったら、あ、すいません、このカップヌードルちょっとお返ししますみたいな感じで、レジでね、一つ二つ商品をお返しして、2000円で買おうと思った金額まで戻すと思うんですよ。だから高いけど3500円で買おうかっていうふうには考えなかったんじゃないかなと思ったり、ガソリンが値上がりしてますけども、それでも別にね、高いなと思いながら入れるんですけども、もしかして私の場合副収入がなかったら、今日ガソリン3000分でみたいなことになってたと思うんですよ。まあそれはね、いい意味で節約志向で別に悪くはないんですけども、でも大きなことを言えば、みんながこうなっちゃったら完全に経済は、GDP はもう伸びていかないかなと。で、負のスパイラルに向かっていく一方なんで、やっぱね、みんなで少しずつ副収入稼げるようになっていくっていうのは、個人的にもものすごく楽になるけども、全体的な日本経済も支えることなんじゃないかなと思うんですけどね。ストーンさんはなんかこう、収入稼げるようになって良かったことって、どんなこと思いつきます？そうですね。やっぱりこう、お金が給料以外に入ってくるっていうのが、楽しいですよね。単純に。うんうん、あと、まあ、今月ですね、子供の誕生日なんですよ。私事で。うん、今ね、サバイバルゲームにハマってまして、6年生なんですけど、あれもやっぱりこう銃が必要だったりするわけなんですよね。で、あれってやっぱりいろんな仲間と友達とやりくりしてると、やっぱりいいやつが欲しくなるわけなんですよね。で、それで結構ね、高いんですよ。6万、7万ぐらいするんですよ。本物じゃねえのっていう感じなんですね。そういうのがですね、まあ、給料だけだと、まあ、ちょっとしんどいですよね。いきなり7万出ちゃうと。で、自分で使うわけじゃないのに。なので、まあ、そういうのも、カバーできたりとかっていうのがあるんで、まあ、ちょっとね、以前だったらちょっとしんどいなってとこだったんですけど、まあ、そういうのもカバーできるかなっていうところですね。あと、まあ、ちょっと精神的にもこう楽ですよね。先生おっしゃったように、もうちょっと値上げはしてるのは分かったけど、まあ、買えなくはないなとかね、そういうのが計算できてくるんで、随分精神的にもいいですよね。であとですね、まあ、利益が出てからっていうよりも、まあ、これ株とかで、こういうまあ、仕事とは別というか、まあ、株の仕事というか仕事なんですけども、まあ、こう同じこう目指すところ、同じ仲間が集まってですね、いると、まあ、本当に結束が強いなって、仕事の仲間もいいんですけど、なかなかそこまではならないと思うんですよね。自分で起業して
集めた仲間とちょっと違うんで、やっぱり仕事のサラリーマンの仲間はサラリーマンの仲間なんですけど、やっぱりこう同じ株で買っていこうっていう人が集まってですね、お話をしていくと、まあ、そういう仲間もできるっていう、すごくいいところがあったなっていうのが、本当ここ1年ぐらいですごく感じたところですね。はい。まあ確かにね、その仕事のいわゆる仕事仲間とこの副収入の仲間っていうのは全く別の切り分けで、副収入の仲間っていうのはもう現実利益出し続けてるから目の前にいてくれるってところがありますし、まあ時にはね弱っちゃうこととかスランプもありますけども、それもやっぱりね一緒にやる仲間がいると、なんかこう、まあ、何かに依存するわけではないんですけども、励みになるかなと思うんですよね。まあ、そういう意味で言うとね、要は孤独でコツコツやるもんではなくって、まあ、結構ね、金銭的に全く依存はないんですけども、学び合いながら高め合っていけるっていうので、仕事とは全く別のね、稼ぎのチームっていうのがそこに見えてくるかなって、これはね、非常に大きいかなと思います。そしてですね、私はね、いつも思うんですけども、まあ、ストーンさんもね、お子さんがいらっしゃって、サバイバルゲームね、興味持ってるってことなんですけども、これね、この副収入の、その、まあ、能力っていうのは相続できるんですよね。教えてあげることができるんですよ。そう。これすごくね、自分自身頼もしいっていうか、まあ、いろんな問題があってね、社会となかなか合わないとかね、仕事が得て増えてがあるとか、ブラックロードとかある中で、どこかに就職することを子供に勧めるっていうのも一つの道なんですけども、いや、自分の稼ぎを強化していけば、本当にこう、仕事ってものの選び方も変わってくるよね。まさに収入があるから仕事はギャラとかあんまり関係なく自分の好奇心で選べるよねみたいなことがあったりとか、合わないなと思ったらポンと辞めることができるとかね。要するに生活をそこにかけてないからなんですよ。生活は自分の収入によってしっかりと作って、仕事っていうのはあくまでも社会貢献とか自分の意欲とか、うん、他のところですよね。もう稼ぎにこう脅されることなくできるっていうところがあるのかなと思うんですよね。まあ、ですんでね、ぜひね、生涯に一度このトレードを身につけていただいて、自分の自信にもなるし余裕にもなるし、実際にお金ってものが扱いやすくなる、まあ、様々なメリットがあるかなと思うんですよね。で、ストーンさんも今そのコミュニティをされていてね、まあ、様々な自信をつけたりとか、もう振り返ってみるといろんな思い出もあると思うんですけども、実際今日はね、私は結構聞いてるんで知ってますけども、今日いらっしゃってる方に、まあ、ストーンさんのコミュニティはどんなことをやってるのかなってことを教えていただきたいかなと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、僕のコミュニティ、そうですね、去年の2月ぐらいからよちよち始めたんですけれども、そこからですね、まあどのくらいで約1年、10ヶ月ぐらい経ったんですかね。その中でいろいろバージョンアップもしてきてですね、いるんですけれども、基本的にはですね、動画を、まあ、基本っていうか、ね、基礎動画っていうんですかね、株の始めスタートアップみたいな感じでね、口座の開き方とか、あとはそのチャートの見方とか、まあ、本当に基礎的な部分の動画をお送りするのと、でそれに対するご質問をいただいて、メールでも今 LINE のコミュニティもあるんで、そちらの方でもいいんですけども、質問いただいて、で僕の方が動画でお返しして、こうですよねっていう感じでやると、で何回かやっぱりやり取りしてるとやっぱり早いんですよね、理解が。なので、まあ、そういうのいいなと思ってやってるんですけども、それとあと、まあ週1回ですね、 Zoom でまあ勉強会っていうのは、今は、土曜日ですね、土曜日だったり日曜日だったりするんですけども、週1回必ずやるような感じですね。でそこではまあ来週のちょっと作戦戦略っていうか、そういうものとか、まあ、今週こんなことがあったよねみたいな話とかですね、そんなことをやってます。で、まあ時間特に決めてないんで、1時間の時もあるし2時間の時もあるみたいな感じですね。そんな感じでやってます。であとはですね、本当もう個人的なというかね、個人的なってプライベートという意味じゃなくてですね、ご質問もどんどん受けてますんで、まあこういう時はどうするんだろう、まあこの株買ってくださいとかそういうことは言わないんですけど、こういう場合はどうする、まあ、まずは練習していくってことですね。でやっぱりこう人数が増えてくるとですね、こうなんていうかな、アウトプットの場所もできるんで、さっきちょっとお話に出たように、こう自分がこう習得したことを人にこう言うだけでもですね、全然違うんで、逆にですね、そういう課題を作ってですね、
じゃあ来週はこういう発表をしてみてくださいみたいなことをやると、やっぱりそう勉強してこないといけないんで、うん、すごくやっぱりそういうのが、人がいるっていうのはいいなという、やっぱコミュニティっていうのはそういう意味ではすごくいいなと思ったんですね。まあ、一人やってるときは、まあそんなことも思わなかったんですけども、やっぱり人にこうなんかをこう伝えなきゃいけないとなると、結構やっぱ勉強かなりしないとできないんで、習う方もそういう体験をすると、やっぱり結構緊張感もあるんでね、いいかなというふうに思いました。だから来年からもそういうことをやっていこうかなと思っておりますので、ぜひですね、コミュニティの方よろしくお願いします。まあこんなことやってます。はい。確かにね、すごく大事なことなんですよね。まあ2つぐらい私、コミュニティの意味があるなと思ってて、1つはね、分からないことが分かるようになったら当然ですけども、利益につながっていくんですよ。で、自分でどこが分からないのかが分からないまんま、学んだ気で進んじゃうから、いつまで経っても実力がつかないし、当然結果も出ない。だから、投資はダメなんだと思っちゃいますけども、でも、説明できるレベルでね、学習を進めていくと、人にこうアウトプットする場ができるんですよね。その時に、あ、ここは勘違いしてますよっていうふうな指摘が入る。これによって私も、ずっと潜在的にあった力が、やっと顕在化して、スイッチオンになったっていうことがありますんで、やっぱりね、一人で勉強すると、どうしても勉強したつもりになって、それをね、自己肯定しちゃうんですよ。やったはずなんだけど、みたいな。でも、やってはいるんだけども、全く別の方向に進んでることとか、ちょっとした勘違いでゴールにたどり着かないってこと、結構あるんですよね。やっぱりね、100メートルを12、3秒で走れるような瞬速でもね、ゴールにちょっと向かっていないと、ゴールにたどり着かないんですよね。真反対に走っちゃうと、どんどんゴールから遠ざかっちゃうみたいな。せっかく、早く走る力があるのに、行く方向が違うよっていうふうに教えてくれる人がいないと、とんでもない勘違いをしちゃうことがあるんで、まさに、労を多くして実りなしみたいな世界に入っちゃうんですよね。ですんで、せっかくなんでね、コミュニティに入って、自分の頑張ってきたところが無駄にならないように軌道修正をしていただくような、まあそんなね、指摘を受けるような場所を自分で持つってことを大切にしていただきたいかなと思います。まあなんせね、自分で一人でやるのはなかなか難しいですからね。そうですよね。うん。ただやっぱりこう、背中を見てもらうと、割とね、こういうことだったんだっていうのが次から次へと分かっていくことと、あと、やっぱりこう、難しいことはね、どうやったら簡単にやりますかっていうふうに、この Q&A を繰り返すだけで、むちゃくちゃ早く進化しますんで。いや、私はね、今回、ストーンさんの株スクールがあるよってことを今回ね、この動画の中で紹介することができて、本当に良かったなと思うのは、株で一山当てようとするんだったら、まあ、ストーンさんのところに行ってね、まあ、間違いはないかなと思う。そんな1年間だったですかね。はい。それでね、株式トレードで来年、2023年をいい年にしていきたいと。これは共通の思いだと思うんですよ。まあ、ですんでね、ストーンさんからちょっとコミュニティの紹介をしていただきたいんですけども、なんか、初心者集中講座みたいなのが始まってるんだよってことを聞いたんですけど、それ詳しく教えてもらっていいですか？はい、ありがとうございます。そうですね、年末年始のお休みでですね、ちょっとお時間作っていただいて、もうこれから始めるっていう方とかですね、あとはもうトータル収益まだマイナスだよとか、プラスになってないよって方がですね、もしこれから やろうということで、新規ってね、1月からやるっていうことであればですね、まあ、年末ですね、ちょうどお休み、今年はあれですね、30日が金曜日なんで、結構、待つまで皆さんお仕事かもしれないんですが、まあ、お時間あればですね、今回無料でやりますんで、最初のですね、スタートの準備をできればなと思います。で、年が明けて来年のお休みもですね、まだこれ、日にちはまだ決まってないですね。で、人数もちょっと制限というか決めてですね、行きたいなと思っております。なので、ちょっとまあアンケートなんかも取りつつですね、日にちなんかまた調整できればなと思っておりますが、年末のそのスタートアップと、あと年明けでですね、またちょっと基礎から基礎動画とかですね、それについてのご説明なんかもしながらですね、やっていければなと思っています。で、まあ、それでいいなと、いけそうかなとかですね、ここいいじゃんと思っていただければですね、コミュニティの方に入っていただければ、よろしいんじゃないかなと思っております。まあ、お試しでですね、ちょっともう様子を見ていただくということが、年末年始できますよということでございます。はい。というと、まあ、集中講座年末年始に関しては、結構お安い費用でやっていただける
っていうことなんですか。この辺はいかがでしょうか。あ、年末年始ですか。はい。あ、年末年始はね、無料でやります。あら。うん。じゃあ、結構チャンスですね。そうですね。そうですねって言っちゃいましたけど、無料でやって、まずちょっと知っていただいて、それからの方がいいんじゃないかなと思いまして、何日かちょっとお時間をいただくんですけども、ちょっとこれ、ズームでこういう、双方向のこうお話をしながらやっていきたいなと思っております。いや、素晴らしいと思います。年末年始はね、表立ってトレードもないですから、しっかりと自分の力を確かめて培っていくのにいいタイミングだったと思います。で、ストーンさんはね、そういう時こそ、なんか、ご家族と一緒に過ごしたいとは思うんですけども、やっぱりね、この株のトレードの力をつけたら、すごい人生が待ってるんだよってことをお知らせしたくって、自分の身をね、犠牲ではないですけども、捧げてくださるということなんで、これは利用していただきたいかなと思いますね。はい。じゃあ、それに対してなんですけども、お申し込みの仕方とか、例えば今日、もうそろそろだいぶ時間も経ちましたんで、プレゼントみたいなね、いつも私がね、こういったズーム対談の時にプレゼントを要求するんですけども、何かその辺ありましたら教えていただけますか。そうですね。プレゼントなんですけども、僕のそのやってる、その基礎動画ですね、講義の内容なんですけども、こういったものをちょっと、動画がありますんで、全部じゃないんですけども、一部こうちょっとね、お送りするっていう感じがありますね、はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、プレゼント欲しい方は、はい、ストーンさんのところにくださいって言えばもらえるのか、それともなんかこう、なんかあるんですかね。ですね、はい、今は、これですね。LINE 公式アカウントっていうのをやってまして、これがね、ちょっとできるのかな ?HTTP って、これをあれですね。すいません、ちょっと段取りが悪くてですね。ズーム。これをチャットに貼り付ければいいかな貼り付け。あ、出た。あ、これですね。これ。これあれですね。でも、動画で見られてるんですもんね、皆さんね。YouTube でご覧になる方のために、ちょっと私のところにメールで送っていただきましたら、動画概要欄に貼りますんで。ありがとうございます。で、もし、これ、ちょっとね、複雑なんで分かんない方は、メールに、あ、これがいいですね。メールの方に、メールの方にですね、プレゼントくれって言っていただければお送りしますんで、はい、ちょっと多めにお送り しときます。このボードがいいですね。そうですね、はい、こちらに送ってください、メールを。はい。ください。この LINE アカウントって便利なんですけど、なかなかちょっとまだ操作が苦手なもんですから、結構この自動でこう、なんか返答してくれるんで、いいなと思ったんですけど、ちょっともうちょっと勉強します。はい。はい、とりあえず、ストーンさんに何でもかんでもメールをしてくださいっていう、そうですね。はい。まとめさせていただこうかなと。その後でね、LINE にも登録していただければ、さらにいいかなってことですね。そうですね。ではですね、いろいろとお話を聞いていきました。もう FOMC とかね、CPI とかっていうところから始まって、ストーンさんの株スクールで具体的に、弱点強化をしていく。そして株が全く未経験の方でも、年末年始に、スタートできるというね、そういう機会も設けていただいてますんで、ぜひね、ちょっとね、副業と言ってもな、どうもな、投資って言ってもどうもな、っていう方はね、このあたりから始めていただくといいと思います。ストーンさんの日本株、この無料講座が年末年始ありますので、活用していただいてですね、2023年の活路を、開いてもらいたいと思います。本当にね、投資っていうのはね、できるようになると、あとは元金の勝負なんですよ。だから、力がついたら、資金投入額を増やす、その精神力があれば、もうお金の問題はね、生涯解決とも言ってもいいですね。なんせ顧客がいらないんですよ。それこそね、お客さんを探すってのは、一定のマーケットから、それこそ数百万とか数千万円っていうマーケットから自分が何十万もらおうかなって世界なんですけども、この投資ってのはね、超っていう単位のとんでもない莫大な、その太平洋の水がごとく溢れてるところからコップ一杯の水をいただきましょうって世界なんで、これはね、ほとんどの人にチャンスがあるんではなかろうかと思います。特に商売のセンスがない人、やべえ、俺商売ダメだっていう人はね、ぜひ株の世界に入ってみてください。そうですね。
はい、じゃあ、あと他にストーンさんからご連絡なり、または感想なりがございましたらお話しいただいて、今日は終わっていこうかと思いますけども、いかがでしょうか。最後のメッセージ、はい、今日もどうもありがとうございました。お時間いただいて。はい、で、先ほど のお問い合わせなんですけども、あとで先生の方にちょっとお送りするんですが、LINE の方はですね、プレゼントって僕に返信していただくと、自動でこうバーンと行くようになってるはずなんですね。で、行かなかった場合は、先ほどのメールの方に、お手数なんですけども、くれんって言っていただければですね、すぐ対応しますんで、よろしくお願いいたします。はい。以上です、はい。ありがとうございました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。まあ、なんといってもね、副収入があるから、奥さんや子供、家族に、ちょっとしたものが買ってあげれるっていうのは、まあなんか、お父さん身寄りに尽きるというかね。そうですね。まさにここですよ。だって、それがなかったらすごく悔しい思いを常にしなくちゃいけなくて、ひょっと間違ったら家族にバカにされるお父さんの出来上がりですからね。父さんでよかったろうみたいなね。俺でよかったろうみたいにね。やっぱりちょっとこうね、お父さん風吹かしたいですもんね。ちょっとね、いい顔したいですよね、それはね。ぜひね、2023年はもうそんなこと言わせないみたいなキャッチコピーとともに男を見せる、そんな1年になってほしいなと思いますね。皆さん、ストーンさんの無料講座ぜひご活用ください。では今日は以上でございます。ストーンさん、ありがとうございました。どうもどうもありがとうございました。皆さんもどうもご覧いただきましてありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。さよなら。ではまたお会いしましょう。はい、ありがとうございました。失礼します。